はいどうもファンネルです。ジャッジアイズ続きをやっていきます。前回チャプター2に入りました。で、第2の事件現場、もうなんだっけ、私が前回まで追ってたのは第3の事件だったんですけど、それは一応ねある程度というか羽村の兄貴の無実だけ分かったので、じゃあ事件をさらに追及していこうということで第2の事件現場を見ようということになったので目的地向かっていきましょう。多分下水とかじゃねえのかな、違うのここ天下一裏通り、あ通り裏か。モグラの2人目の犠牲者はこの辺で見つかったはずだ。でモグラっていうのが一応この連続殺人事件のまあ真犯人をモグラと呼んでおります。確か死体はゴミ捨て場にあったって話だった。するとどの辺のことだ。まあこの辺だろうな。また猫いるんだろうな。あ、いた、猫。待ってね。怪しいな。お、こんなところに猫がいるぞ。なんだ、猫か。これ上行けるな。これ、まさかこっから落とされたとかではないだろうけどね。ゴミ捨て場ってこれのことだよな。多分死体はこの辺に倒れてたはずだ。でももう何ヶ月も前の事件だし、さすがに死体の痕跡とかはないか？もっとよく調べてみよう。なぜハンマーがあるんだろうか。ここでバトルがあるか。あ、光ってる。なんか落ちてるね。これん、お、これって、え、精巧なネジ。なんだよ、全然事件と関係ねえ。やっぱ事件の痕跡なんか残ってないか。これ以上現場で調べることはなさそうだ。今のは多分ドローンのパーツに使えんのかな。探偵って書いてある。お、敵ですか。これはなんて言うんだっけ、仕事、言葉も思い浮かばない。よし。あ、同業者ね。同業者が出てこないってちょっとやばいな。しまった。読めなかった、さっきのカッコ文字。お、なんだ、警察だ。あ、パルクル軍団。名前なんつったかな、これ一応、なんか名前あったんだよ、このパルクル軍団。警察はもうダメだな、巻かれちゃうね。すごい、無理すんな無理すんな。足首やっちまうぞ。お、こっち来そう。これチェイスになるかな、追っかけるターン。お、誰だ、カイトさん。もしもし。あ、やばい。にゃろ。おい待て。そこ止まれ。ちょっと俺じゃないから。俺は携帯。上等だよ。はい、チェイス。初っ端からチェイスですね。やりましょう。これは自動的に走ってくれるけど、私がちょっとこうアウトとずらしてあげないとこういう感じでぶつかっちゃいますんで。待て。なんか入力タイミングが微妙なんだよな。よし、ゴン。こういう狛犬にも当たっちまうのか。三角だ、しまった。これは逃げられる。よし、急げ急げ。どこ行った。おう、よし、ナイス。どこ行ったん。もう遅いのでは。私これは三角、ジャンプ普通×だと思うんだが。これ右四角。え、すごい、おるれ。よし、ちょっとずらして。おい、どういったやつは。あ、見えた。ちょっとずつ追いつくんかな。よし、また出るかこれ。よいしょ。おい、お、狭いとこ行ったな。くそ、狭い狭い。待て待て、あれ戻ってきたな、さっきの場所に多分これ。ういっ、これやばくね、どうすんの。おお、いった。あ、上だ上。これは成功したのか。チェイス完了。でも追い詰めるって言ってもあいつらどうせ逃げちゃうんだよね。
待て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 。こいつらはこれ用に体作ってるからね。行くの？やばい。これはこのなんかシーンというか見たことあるような気がする。お、何？助けてくれた？礼なら期待すんなよ。これ頑張ったご褒美。俺のだろ。まあ計画とは違ったけど結果的に助かったよ。サンキュー。計画だと？何がサンキューだこの野郎。それじゃ。まあ危なかったね。でも落ちる寸前だったわ。あれがカムロ町の窃盗団か。いや一筋縄ではいかんねえ。いや助けてくれるとは思わなかったけど。カイトさんは？さっきは急に電話切れちまったが大丈夫なのか？書き込み中。こっちは綾部と連絡が取れた。お、進展ありですね。今モグラの捜査資料を当たらせてる。お金いくらぐらいかかったんだろう。用意ができたらまた連絡が来るぜ。ありがとうカイトさん。ふう、一息入れるか。そういや源田先生ともしばらく話してなかったな。ちょっと事務所に顔出しに行くかと。降りるのはこっちかな。では事務所行きましょう。今回はお土産は持っていかなくていいんだろうな。よいしょ、どいて。なんだなあ。そこの兄さん、助けてくれ。どうしたん？どうしたんですか？大丈夫ですか？腹が猛烈に痛いんだ。ううう、救急車呼びましょうか？病院はダメだ。そんな金に、諸星先生を呼んでくれ。諸星先生？誰だろう。児童公園のマンホールから入れる地下の下水道にいる医者だ。わかりました。ちょっと待っててください。近藤が呼んでるって言えばわかるから、なるべく早く頼む。下水道にいる諸星先生だな。仕方ない。行ってみよう。実は動画外で下水道の方は行ったことあるんですけど、何やらコミュニティみたいなのができてたんですよ。で、下水道の入り口が2カ所ぐらいあって、まあ、1カ所、まあ、目的地として出てるから、まず行ってみよう。物好きというかね、その近藤先生という方も、下水道にいるってどういうことなの？さあ、ちょっとどいてください。あとね、結構ね、このゲーム内のゲームセンター行って遊ぶこともできるので、皆さんもね、ぜひ時間があるときやってみてくださいね。結構面白いですよ。まだやってないゲームも私結構ありますんで、ちょっと待ってね、右見て左見てね。よし。で、どっからだっけ？これ話してみる？ん？何？いえ、すみません。特に用があるわけじゃなかったんですが、あっち行けよ。そりゃそうだよな。なんで言わないんだろう。はい、ここを調べると入れます。ストーンと。まあ言って下水なんでなかなかの匂いはするはずです。ただこんな感じで人がまばらですがいるんですよ。いた。これか、諸星先生。闇医者か。話す。あの、あなたが諸星先生？うん、そうだが、あんたは？矢神です。矢神です。知らない名前だ。何か用か？なんか伝言を頼まれてたな。なんて言えばいいんだっけ。近藤。コンドルが飛んでいる。なんか暗号みたいでいいけどね。近藤が呼んでいる。近藤という人、わかります？ホームレスの人。その人があんたを呼んでます。え、何？近藤さんが？なんか腹が猛烈に痛いとこで諸星先生を呼んでくれって頼まれました。場所は？
第三公園です。お、無言で。ちょっと待てよ。そんな感じですね。これメインストーリーだよね。うん、メインストーリーの時って意外とみんなこうフルボイスで喋ってくれると思ったんだけど、いやー助かった、ありがとう諸星先生。それにお兄さん、近藤さん、あんたまた変なもの食ったろ。あーどうだったかな、昨日ピンク通りの残飯あさったけどまあ原因それだろうね。まったく面目ない。八神さん、はい、だったかな。はい、迷惑をかけたな、この人いつも変なもの食べて腹壊すんだよ。お、フレンドポイント上がりました。あなたはお医者さんなんですか。ああ昔ちょっとな、なんかあったんだな、医療ミスかな、わかんないけど、諸星先生は昔なんとか大学ってでっけえ医大のお医者さんだったんだよ。それが教授選挙に負けて落ちぶれちまってな、それから紆余曲折あって、紆余曲折の方がいいのか、今では俺らの専属だよ。近藤さんちょっと喋りすぎだ。おっとそいつは失礼。八神さん、こんなもんしかないが迷惑かけたお詫びだ。お、医療キット、さすが先生持ってるね。下水道にいる諸星のところで致命傷の治療および医療キットの購入ができるようになりました。安く売ってくれんのかな。どうも、じゃあ私はこれで。助かったよ、それじゃあな。さあわざわざこのタイミングでこれをぶち込んでくる意味は何なんでしょうか。救急キットだったら、あのなんだっけ、別に第チャプター1でもよかったとは思うが、おっと因縁つけられたな。ちょっと待ってね。よっ、あ、また拾えなかった。なんかレスポンスがねちょっと悪いんですよね、あの看板拾うとかの。ちょっと待ってね。よっ、いで、ちょっと待ってね。いで、もう拾えなくなったじゃないか、お前この野郎。看板なくなっちゃった。植木を、ごめんなさいね、花を愛する人たちを。えい、あ、何捕まえられた。やるよ、おら、なんか出そうとしたらお前。なんか人数が減りましたね、だいたい3人1招待で来てたんですけど今までは。さて、じゃあ源田事務所に行って源田先生と話してきますか。多分何か、面白い情報というかそういうのもあるんじゃないかな。ちょっとごめんよ、ごめんよ、ごめんごめんごめん、おっとっと、別に酔っ払ってるわけじゃないからね。事務所行って、あーこれ因縁つけられんな、またやるっきゃね。よし、よいしょ、はい、ゴミクズがよいしょ、ゴミクズが、いよっと、壊れちゃうかな。おら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 、待ってね、おい、でよいしょ、よっしゃ。なかなかお金の持ち合わせがないみたいね、こいつら。よし、何千円かくれたらね、源田先生にお土産買えたんだけど、しゃねえわな。よし、入りまーす。新谷いるかい。お、新人というか、あの弁護士さんいるね。すいません、遅れました。そんなにご無沙汰でしたっけ。ああ、今ちょうどお前のことを話してたとこだ。何、お忙しいんですか、八神さん。まあね、別に金になる仕事があればいつでも受けるよ。いつもエネルギッシュですよね、喧嘩も強いし。カンフーやるんですか。ガキの頃基本はかじったけど、まああとはストリートの我流だよ。だからまあ流派で言うとカムロ町流。カムロ町流、カムロ町で鍛えられたみたいな。なんですかそれ、ちょっとかっこよくないですか。八神さん、はい、ん、何でしょう。実はお願いしたい仕事があるんです。いいよ、どんな仕事。今来ているのはこちらの案件です。何、携帯に送ってくれた。お、すごい、依頼リスト、浮気調査依頼、
田口、これのりこかなと申します。夫が半年ほど前から頻繁に外出するようになり、その行き先が気になっております。まさかとは思うのですが、浮気調査お願いできませんでしょうか。よろしくお願いいたします。 お金8万円だ。報酬依頼をいいの、これ受けて。依頼人の方には、はい、矢上さんの事務所の場所をお伝えしておきますから。はい、ありがとう。分かった、いつも助かるよ、沙織さん。はい、で、源田先生と話いいのかな。よう、お前まだなんか探ってんのか、この間の事件。ちょっとね。そうか、モグラを探っていること、まだ源田先生には言ってなかったな。ええ、何かまずいですか。いや、まずいっつうか、あれはもう終わったろ。調べてもらっても金は出せねえぞ。はい、いいですよ、うちが勝手にやってるだけです。でもあれだぞ、お前羽村が真犯人隠してるって思ってんだろう。思ってます。それであれこれ調べてるって聞いたら怒るよな、羽村は。向こうが先に俺らをコケにしたんですよ。裁判の後、頭と何かやり取りは。新谷がよく電話で話してるけどな、一緒に飲んだり仲良くやってるよ。仲良くなったんだ。さあどうぞ、服部さん。狭い事務所ですが。こいつ、分かってます、何度も来たことありますからね、矢上さん。忘れてた、あ、今新谷が取材受けててよ。新谷と服部ってマジ最悪の組み合わせだ。ねえ、矢上はここにいないものとしてくださいよ。でないとお宅の読者にこの間俺が勝ち取った無罪まで怪しいと思われる。いやいや、新谷先生は大丈夫ですよ。私もしっかり傍聴していましたし。新谷先生は帰ります。俺はお邪魔みたいなんで。この間の裁判、矢上さんもご活躍だったんでしょ。絡んでくんじゃねえよ。ぜひ新谷先生とツーショットで一枚。あら、取られた。お茶をどうぞ。遮ってくれた、ありがとう。これはこれは、わざわざありがとうございます、白崎先生。助かりましたね。これであれだね、サブストーリーみたいなもんかな、今あの依頼受けたやつは。たく、なんであいつがいるんだよ。浮気調査の依頼人と打ち合わせしなきゃな。探偵事務所に戻ろう。あ、メインストーリーになってるから、これはちょっと、まあチュートリアルも兼ねてるかわかんないけど、絡んでくんのか、メインストーリーと。探ってるうちに何か。やっていきましょう。さあ事務所に戻るけど、こいつら因縁つけてくる。よし、先手必勝。よいしょ、ちょっと待ってね、演武ちょっとあれだな。おお、だなんか最近吹っ飛ばされるんですよ。バット落として早く。よし、あ、バットが壊れた。おらよた。よし、1000円ではな。よし、待ってね、型をチェンジ。よっよっよっ、よし、オッケー。たく、いい加減にしろよ。ほんとだよ、なんか落ちてるよ。針金やったぜ。針金はお店では買えないのかな。まあ普通に売ってそうなものだけどね、売ってそうなものですが。でもコンビニとかに針金って置いてないもんね。まあクリップとかはあるけど、クリップじゃあな。あー、また絡んでくるのいそう、これ、こいつら。よし、よいしょ、待って、肩チェンジ。ちょっと待って、肩チェンジして、で、バイクつか、あ、バイクつかめなかった。いけ、こいつなんかかじってた。よいしょ、よし、うれ、よいしょ、よし、オッケー、ダウン追い打ち。よいしょ、よっ。さあ肩チェンジしますか。なんか今煽られた。よいしょ。さあアイテムかなんか落としてみろよ。よし、オッケー。では事務所戻りましょう。いい感じで SP も稼げてますかね。そういえば海藤さんいるかな。久々のお仕事は浮気調査でございます。よいし
おお、ごめんなさいね。あれ、ここじゃないよね。あ、ここか。あ、この人が依頼人。あの、仕事のご依頼ですか。はい。田口典子と申します。源田先生の事務所の方にこちらに伺うよう言われてきたのですが。あ、はい、聞いてます。お待たせしてしまってすみません。すぐ鍵開けますんで。改めまして、探偵の矢上と申します。確か浮気の調査だとか。はい、そうなんです。夫のことでして。夫が浮気しているか、ただの私の勘違いなのか、矢上さんに確かめていただきたいんです。夫の外出先、サイドケース。わかりました。では詳しくお聞かせいただけますか。私と主人は、これは太平通りで喫茶店ヘビーカフェ、ヘビーカフェでいいのかな、を営んでいます。あ、コーヒーか、ごめんすいません、英語弱いんで。開店以来ずっと夫婦寄り添って店を切り盛りしてきました。主人は無口ですけど優しくて、結婚してから40年、浮気どころか夫婦喧嘩もした記憶がありません。素敵なご夫婦じゃないですか。ですが半年ほど前から主人がよく店を開けるようになったんです。これまでも店が暇な時は私に店を任せてパチンコや映画を見に行くことはありました。それが最近はほぼ毎日のように何かと理由をつけては出かけるんです。まあでもそれだけで浮気を疑うのはどうでしょうか。新たな趣味を見つけたのかもしれません。あなたくらいの年齢にはよくあることでは。はい、私も最初はそう思っていました。ただある日、休養があって主人がいるはずのパチンコ店に行ったんですが、主人はいませんでした。偶然違う場所に行っていたという可能性は、パチンコ店だって何件もあるのでしょう。いえ、それが一度や二度じゃないんです。その後も何度か主人が店を開けていくと言っていた場所に行ってみたんですが、毎回主人はいませんでした。なるほど、それは確かに気になりますね。矢上さん、主人が店を開けた後どこに行ってるのか調べていただけますか。そしてもし浮気をしているなら、相手がどこの誰なのか明らかにしてほしいんです。相手の素性もお知りになりたいと。はい、あの主人が浮気するような人がいるなら、どんな人なのか知りたいんです。知らない方が幸せということもあります。それでもお気持ちは変わりませんか。はい、お願いいたします。依頼料は8万ということで依頼を出していましたが。ええ、承知しています。問題ありません。ありがとうございます。先ほど申し上げた通り、主人はほぼ毎日店を開けます。今日は新作の映画を見に行くと言っていました。わかりました。では店を出たご主人をつけてみます。よろしくお願いします。店は太平通りのヘビーコーヒーだったな。行ってみるか。では行ってみましょう。どうすかな。とりあえず多分あの尾行があるので、その尾行パート終わったぐらいでちょっと様子見るかな、今回は。じゃあ重いコーヒー屋さんに行ってみますかね。変なやつ絡んでくんじゃねえぞ。コーヒーショップ、コーヒーショップ。ちょっとマップ確認します。あ、意外と近い。あー、絡まれた。うん、絡まれたけど、看板アタック。うらー、どうだ、看板は痛えだろうん、なんか変な、よいしょ。お、アクション入っちゃった。おーら、やった。よし、いい加減にしろよ。よっしゃ、オッケー。さあ、近くに来ました。まずはどうすんだろうな。コーヒー屋さんの外で張り込み。ヘビーコーヒーどこ。もうちょっと進む、待ってね。あ、ヘビーコーヒーありました。さあ、私の顔は割れてないから大丈夫だろう。あれか、あれっぽい。あれが依頼人の旦那な。よし、後をつけてみるか。そういえば旦那の写真とかもらわなかったけど、普通はあれだよね、まず顔写真と照らし合わせるパート入るよね。さあ、尾行中でございます。さあ、やっていきましょう。バレちゃいけませんよ。はい、のりこの旦那。まあそんなキョロキョロはしないと思うんだけど、しましたね。勘がいいおやすさんですね。木星帰りかな。
ちょっとやべえな、物がなさすぎんな。多分あの裏に隠れれば。で、物音とか立てちゃうのもあんま良くないらしいので、その辺は要注意です。どっかいいとこねえかな。この位置だとバレそうだな。お、やばい、ちょっと待ってね、ちょっと距離取るよ。パチンコ屋に行く素振りを見せて、パチンコ屋じゃないパティーンが有力だろうけど、あの右側のタクシーのとこの影行きてえな。ちょっと待ってね、多分隠れられる。おっと、よいしょ。今隠れたら怪しいけどね。一応私スキルで、あのなんだっけ、こう気づかれゲージが上がりにくいとか、そういう感じのやつ確かつけてたんで、なんかやってんな。写真、何の写真撮った。なんかあれだな、これ多分店移転させるつもりなんじゃないの。違うんかな。その下見とか、いやそんなわけねえな。わざわざ隠、まあ隠す理由ではあるかもしれないけどさ、何撮ってたの。大人かわいいリップ、この広告撮ってた。急に振り向きそうで怖いな。早くあの車の後ろ行きたい。多分キョロって見るんで、さあここで陣取りましょう。左か右か、左だろう、左だ。で見失うと結構こうで、私この見失った後の時間の延長されてるんで、スキルで多分スキルでなんかやんないと。待ってね、あれ、あの人だよね。15秒とか20秒だったかな確か初期は。なんでもないか。なんでもねえぞ、急に U ターンすんじゃねえぞ。ここも隠れられる。渡ったね。ちょっと急ぐな私、焦る時間じゃないよまだ。あっち側に行くんだ。コンビニ入るか、まさか。あ、誰かいる、誰か、あいつと会うのか。ここまでじゃない、尾行、尾行完了。何の話をしてんだ、聞こえっかな。聞こえればいいけど、ちょっとなんかバグってる気もするけど大丈夫。女だ、やはりご主人は浮気をしていたのか。しかしケバい女だな、年は結構いってそうだ。今日も赤レンガでいいか。ええ、もちろんよ。あ、移動し始めた。赤レンガって言ってたな、多分赤レンガホテルのことだろう。よし、証拠写真を撮れるかもしれない。ホテルに入るところを撮るにはどこがいい。ここか、それともこっちか。いや、こっちかも。とにかくあの二人をつけながら写真を撮るのにベストなポジションに行こう。スクープミッションについて、このミッションは事件の決定的瞬間を撮影することが目的です。画面右に出ているチェックボックスを満たす写真を撮りましょう。すべての条件を満たしないとゲームオーバーです。ゲームオーバーか。周囲を見回して条件を満たせるアングルを探しましょう。一つも条件を満たしていない場合はシャッターを切れません。逆に言うと一つでも条件満たしてると撮れちゃうんか。ベストショットにチャレンジしてボーナスゲット。チェックボックスに表示されている条件以上に依頼人の要望に応えた写真を撮るとボーナスとして、ポイントゲットですね。はい、依頼って、あの、なんだろう、欲しい写真、まあいいや。とりあえず旦那と浮気相手とホテルの看板とホテルに入る瞬間が撮れればいいと。一応尾行パートですねこれ。ちょっと近すぎんなこれ。あ、隠れる、まあ、ちょっと登んないで。隠れるマークが出ねえな。入る瞬間だから多分この自販機んとこではちょっと怪しい、撮れないんじゃないかな。もうちょっと行かないと。丸ボタンでカメラを構えるですね。ホテルに入る瞬間、ここだな、この辺だ。ちょっと待ってね。あ、赤レンガってこっちか。しまった、めっちゃバレてるよ。
ちょっと待って、取れた？これでよしっと。夫の顔はっきり見えないが、まあこれでもわかるだろう。あとは浮気相手の素性だな。ラブホから出てくるまで待つか。いやーしまった。あの位置悪かったね今。私あの反対側の建物だと思ってました。やらかしたな。もうちょっといい写真撮れたよな。やっと出てきたか。たくいい年こいてフルラウンドお楽しみかよ。どうやらここで別れるらしいな。都合がいい。女の方をつけよう。本当に浮気だったの？こういうパターンって大体さ、あの奥さんのプレゼントを準備してるとかじゃないの？もうホテルに入っちゃったらさすがにそれはさ、あのアウトよね。いくら俺はやってませんって言ってもさ。さあ待てよ、また尾行パーツだから。この人も勘が鋭そうだから嫌なんだよね。どうせ振り向くだろう。隠れとこう。やっぱりこっちだってな、それなりの勘は持ってんだよ。よし、さあ追っかけていきます。これで一番怖いのはさ、似た服の人が急に出てきたりしたら怖いんだけど、今後そういうことあるんかな。ジュース買うんじゃねえぞ自販機で。さあちょっと近すぎるような気もするが、どこに行く？右か左か。右だろうな。お、左。どうしよう、あっちは隠れる場所がちょっとはあるが。何？お前行くとこ決めてねえのかよ。お、びっくりした。お、何？どういう動き？戻ってくるの？さすがにあの動きはまずいよね。やべ、ピーポーピーポー、挙動不審すぎるぜ。さっきの動きは振り向くだろう。そろそろ、さあ迫真の音楽かかります。よし、どこ行った？バレはすまいて。何をそんな後ろ気にしてるんでしょうね。ちょっと待ってね、どこ行った？見失ったわけではないか。ちょっと逆ですね。あ、いいんだ、待って。これは敵はシステムの穴をついてきてますね。さて、遮るものがないのはまずい。おっと、やばいですね。よいしょ、携帯をいじっておりますよ。こっちに来ただと。これはまずい、これはまずい。ちょっとビビった。ちょっと待ってね、見失ったわけではないと何度も言うとろうが、これまずいね。よし。お互い挙動不審。よし、相当隠し事ないとあんなに振り向かないよね。どこに行くんだ一体。質屋さんとか行きそうじゃない？あの旦那さんからもらったものを売ったりさ。そろそろもう一回振り向きそう。いやでももう振り向かねえか。振り向いた。いやー今回の星はなかなか慎重でございますね。この角が一番ね難しいんですよね。曲がってすぐ曲がられたらもうアウトだからね。やばいやばいけど、よいしょ。これ見よがしに振り向いてきますね。 U ターンされなければまあなんとかなりますね。一番
難しいのは U ターンされることなので、これまずいな。しまって、絶対、あ、大丈夫だ。よし、なんだ、誰かを待ってんのか。さあ、ロードを挟んで、あれ、ここはヘビーコーヒーじゃないか。どういうことだ、まさか。あ上の歌唱族って書いてありますね。まあいい、写真もあるし、依頼人に確認しよう。もしもし、のりこさんですか。八神さん、何かありましたか。調査のご報告をさせていただきます。これから事務所に来られますか。ええ、わかりました、すぐに伺います。ではお待ちしています。よし、事務所に戻るか。さあ、浮気調査完了です。いいのかな、あれ、本当に浮気ってことで。これらの証拠からご主人は浮気をされているということで、ほぼ間違いないと思います。やっぱりそうですか。ごめんなさい。それで続きを聞かせてください。はい、それで浮気相手の素性なんですが、この方ご存知ですか。この人、ヘビーコーヒーの上の階に入っているスナック歌唱族のママではないですか。はい、おっしゃる通りです、私も面識があります。そんな、こんな近くに浮気相手がいたなんて気づかない私もどうかしてるわ。いえいえ、人間なかなか気づかないものですよ。特に人間関係は当人でないと分かりません。最初に言った通り、知らない方が幸せなこともあります。ご主人がご近所さんと浮気している、これは事実です、真実です。そしてその真実を求めたのはあなただ。これから先どうするのかよく考えてください。八神さん、ありがとうございました、すっきりしました。主人とは別れます。そうですか、何も知らず残りの人生を過ごすよりよっぽどいいわ。本当にありがとうございました。いえ、仕事ですから、また何かありましたらお気軽にどうぞ。こんな思いをするのは一回で十分よ。尾行した先がスタート地点だったとは、東大元暮らしとはまさにこのことだな。さあ、八神探偵事務所と源田法律事務所で依頼が受注できるようになりました。はい、掲示板で確認できますと。まあこれは動画外でちょっとやっておきますよ。多分今回はメインストーリーとしてやってますけど、ほぼもう関係なくなると思うんで。はい、ピンボールパーラーが遊べるようになりました。なぜこのタイミング。海藤さんからのどのコーンのって書いてありました。はい、ということで、どうしよう、外に出るとなんか始まりそうだから、今回すいません、以上にしたいと思います。では次回またこの続きからやってきますんで、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。またね。